では、録画開始しました。録画開始しました。ちょっとなんかこれ被ってるな。なんだこれ。はい。ということでですね、大学系サークルのゲームをやっていきたいと思います。では、秋田を前回やっちゃったんですが、秋田ですね、秋田。秋田で、じゃあ、アミューズメントメーカーいきます。で、事前にインストールしてあります。今してました。だけど、どこ行っちゃったかな？これか。リードミー。正確には大学じゃないんですけど、他作品が入ってる、オムニバス系なので、いいということにしときましょう。しといてね。適当に、三角地位79から。あれ？間違った、こっちか。三角形らしいです。同じ色だったら平気とか。ちょ、コメントないよ。一応こう早くなってる。ということで、三角形でした。待ってよ。これ何も入ってないんだけど。俺気のせいか。気のせいだな。きっと気のせいだな。フルスクリーンだ。生きてる？プリーズプッシュプレスキー。結構、この大学系サークルは、スペースキーを押させるの好きみたいですね、結構。A。高度は低すぎます。これ空に当たるの？高度と上げすぎると。競争的にそうなのね。地面、あれ？地面に当たらない。
これあれですかね、エースコンバット7ですかね。ごめんなさい。ごめんなさい。これかなと思ったら壁でした。むしろあの BGM にそろそろ誰か突っ込むべきだと思うんだ。赤いなんとかいないね。なんで亡き王女のバファームなの。亡き王女のためのバファームだっけ。バファームだっけ。あ、さっき一発敵に当たった。後ろから撃たれたんだ。これ視界がめちゃくちゃ低いんじゃ、狭いんじゃないの、もしかして。あ、いた、いた。早いだろ、あいつ。おっと、手が滑った。俺こういうゲーム PC98 でやった記憶がある。俺さ、ああいうゲーム PC98 でやった記憶がある。なんかおかしいなと思ったら、これ毎回パターン違わなくないですか。気のせいか、気のせいか、気のせいかな。あ、あれ、あ、S を取るとスピードアップっていうか、そういう意味か。
盛り上がってきた。S を取ると前に進みます。高等テクニックあるな。ジャンプ中に移動できるな。だんだん回復の時に目が痛え。だいぶ後ろに下がってきてしまった。クリアはないけど、だんだん終わりが見えてきたぞ。携帯機携帯ゲーム、携帯電話で出すと結構ハマりそうな。ふぅ。お、なんか、これ来たぞ。これもうタイトル画面から来てるよ。絶対これあれだよ。パッド使えねえ。あ、選べないじゃん、オプションとか。騙された。オペレーションマイクロなんすか。これゲームスタートができない系ですね。これはリード見ようよ。もうZとか X とかカーソルキーとかその辺か。あ、ちょ、あれってこれ止まってね。あれ、カーソルキーも動かなかった。今度はカーソルキーも動かなかったぞ。いや、パッドも動かない。
こっちは動きそうだな。あ、こっちは動いたかな。これは？これは鳩山祭り2010番で、こっちが C79 番。 C79 番動かないんだもん。じゃあこっちでいっか。雪荒野スノーデザート、ないの？そろそろちょっとパソコンが危なそうなのでやめとこう。うん、あ、まともにゲームにならないな。妹レジャー体験版頑張ろうね。ああ、DX5。 え、それにしてもなんか処理打ちの仕方変だったけどな。変なシューティングなの。あ、これ赤い部分で攻撃すると、赤い射程で攻撃するとダメージが高いのか。疲れた。いや、さっきやめたかったな。なんで妹の名前はてなはてなはてな、あれ妹じゃないのか。なんかさ、この妹さ、乳首見えてない？ほら。
100% 乳首だって。アミューズメントメーカー変態だな。乳首が透けるパーカーだで、新時代すぎるだろ。あれ？ HP なかった。妹レジャーです。危ない、心が折れそうになった。はい、新感覚爆毒死脱出ゲームです。俺の名前種もみ、東京電機大学の学生をやっている。そんな俺は日々彼女を持ってきたが、なかなかそんな女性現れなかった。しかし俺はある日神愛っていう脱出ゲームをする運命と、脱出できれば彼女ができると。みんな切ってきた。心が折れた。よし、バージョン 0.00。 これきっとパッと聞くだろ。見てろ、ほら聞いた、見たか。だけど3ボタンが決定機なんだよね。きっとキーコンフィグぐらいあるはず。ダッシュスロースロー、オッケー、キャンセル。あれ？やばい。やばい、キーコンフィグがやばいことになった。上ボタンが決定ボタン。上ボタンが決定ボタンになってしもうた。上ボタンが決定ボタンになってもうた。デフォルトにさせて、デフォルトにさせて。
俺が悪かった。キーコンフィグをいじって俺が悪かった。あ、決定ボタン、ここか。サッシスローメニュー。よし。音なんて飾りだった。いや、俺に言われてもないんじゃない？俺、あの、BGM オフにした？もう何も出てこないかな。バージョン 0.00 だからな。あ、これバージョン 0.00 ですから。0.00 だからな。0.01 にもなってないからな。音大事だな。これなんだよ、ここなんだよ、ここなんですか。ここなんですか。気になります。よし、ということでアミューズメントメーカー終了です。終わってしまいました。あれ？俺変なのが変なとこに入っちゃってんの。これ何がどれだ？これなんだ？郷内マイコンクラブ？あ、そこそこ、郷内マイコンクラブ。しまった、郷内のが。変なとこにこれ行っちゃってるな。変なの。これも兄弟か？どれが兄弟だ？これ兄弟か？これ千葉大学だ。これは？これは兄弟かな？どれがどれだかよく分からなくなっちゃってる。じゃあ次は。次兄弟行くか。これ兄弟かな、よく分かんなくなっちゃったな。何やったっけ、兄弟千葉。広島。これ多分兄弟なんだよね。なるほどね、これこういう系ゲームか。
こういう系ゲームは大変なんだよね。XNA 動かないか。しかないな。あ、これも XNA か。プロジェクトね。なんでこう発電ミクは 3D モデルにみんなしたがるの。ヒント、敵に当たると即死するぞ。なるほどな。あれ敵が。心が折れた。これもか。仕方ない。これパッ、あれ？あれ？え？え？ん？あ、あれ？あ？あ？え？は？はあ？このゲームは俺の頭を殺そうとしている。なんでこうちょっと R タイプチックな曲が。マウスとキーボード。射程が短いけどってやつか。あ、死んだ。これ人久々にヒット作来たんじゃないか。これヒット作、これヒット作来たんじゃないか。あ、ここは効かないのね。このマウス効かないのね。
お姫様助けに来ました。あなたたちは森に住む妖精です。あ、右に橋あるじゃん。なるほどな。生きてる？生きてる？ああ、生きてる？顔が死んだな。いや、始まった瞬間さ、フルスクリーンで魔城に迷い込んでしまった言われたよ。いや、本当に魔城だったよ。ということで、兄弟でした。どこやったっけ？じゃあ次、広島。コンフィグ。プッシュスタートってどこだ？あの端っこの方を壊さないんですけど。これレベル1って難易度じゃねえぞ。これ落下速度が。働け。これだって今横に飛んできたら避けらんねえんじゃねえかバカも。アイテムが欲しい。こう止まったり止まったりとかさ、止まったりとかこういろいろするようなアイテムが欲しい。あのショットで壊せるようになるとかさ。
これはこれクリムゾンクローバーだったかな。違うか。曲が始まったのに終わってしまった。キーコンフィグとかあってもさ、あ、低速移動とかあってもさ、あれ？モンキーコンフィグさっき見覚えあるぞ。あ、こっちマジカルだ。マジカルフェスティバルインユカタマ。説明読んでなかった。あ、これは一人で遊ぶようなゲームじゃなさそうだ。一人で遊ぶようなゲームじゃなさそうだ。GSD プロセス。あべ。かわいいぞ、絵が。絵がかわいいぞ。こんばんは。どこですの？ようこそ地の底へ。ヒントなんていらねに魔法を手に入れたんだ。これか。
チョロスロシア大丈夫だ。セーブポイント。メニューってどこだよ。左に行くといい感じだぞ。魔法力が切れたんですよ。あれ撃てた。あれはなんかスイッチが必要だ。いけないよ。この先は危険だ。1ダメージはちょっと無茶なんで、リセットボタン。あれライフあった。
どこに持っていくんだ。なくなった。あれ、いけんじゃん。本当に通れなかった。箱とかあるけど、あれを別に見てる人も何も書かないということはあれだな、みんな分かってないな、きっと。これはどうすればいいんだ。じゃあそこの辺ちょっとはめてみるか。もう行けるとこは行ったぞ。あ、燃えちゃった。なるほどね。あ、炎の魔法を手に入れて炎で攻撃するの？調べないの。あ、一応読めるらしい。強いんだが。新宿まだ開くならまた入るのか。アイス、燃やせなくなった。あ、これか、消すの。
整備しとこう。どうするこれ。とりあえず一旦終わりにするか。うん。面白かった。あのもなんかやるとなんかあのあれちょっと待ってなんか勝手に勝手に食ったりするんじゃないよ。1ボタンで下に回って2ボタンで上に回るってどういうことだ。何ボタンで決定したんだ。あ Z キーで下行くぞ。右キーで決定、右キーで決定ってなんか懐かしいな。あそういうことか。え待って、プッシュスタートどこ？え？積んだかな？砂漠ディフェンス。諸君、我々の任務は簡単だ。この砂漠を守りに行く、それだけだ。高い国はダメだ。あれやべ、見てなかった。水平射撃をつけないか。どうしよう、処理が追いつかないんだけど。赤いのを入れちゃやばそうな雰囲気やろな。
あ、赤いの硬い。当たってない、上の戦闘機に。終了。だいぶ抜かれたな。ちょ待って、え、そういうことか。いや、もう、ま、いや、いや、それまさか。ちょっと。急展開すぎる。戦闘機多すぎる。あべ、軍資金が足りません。この展開はちょっと予想外だった。大和田選手勝てえぞ。てか地上物ほとんど倒したから来ないね。倒せんの。大和田選手引きするの。爆撃機がどっから出てくるかな、これ。砲台ゲーで、突破された敵でタワーディフェンスって赤いのミサイルだな。あれ全然変ね。
ちょっと待って。これ神ゲーすぎるだろ。これ体力引き継がれてんのかな。あ、あ、なんだ、スパーシーなのか。あ、一時過ぎだった。あ、ちゃんとパーツがあるのか。よし、広島レベル高いな。うん、確かにイージーだった。イージーはエンドレスってどういうことよ。待って、今何分ぐらいやった。今1時間超えてんのか。豆腐 VS こんにゃく。豆腐。いや、待って。ちょっと待って。ちょっと待って。豆腐 VS こんにゃくだけど、敵がさ、別にこんにゃくじゃないんだけど。あ、こんにゃくか。こんにゃく今のか。な、勝った。初音ミク、初音ミクしかない。初音ミク気づきは荒ぶりすぎやろ。もえ。ルル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 。なんで、なんで。あれ、今お前納豆だったろ。今お前納豆だったろ。食べ食っちゃった。あれ、弾なんだ。あれでよかった、俺、取っちゃった。勝ったわ。ゲルマニウム。もう、右側まで行くじゃん。ってことは
俺このゲームどっから突っ込んでいいのかだんだん分かんなくなってきた。買ったわ。全クリした。あ、体験版だったのか。まずは変わんないのね。ということで広島でした。やってないよね。で千葉。あれさっきの広島だよ。ここで千葉が俺こそ聖堂と言わんばかりに。右のゲージが何だろうな。さっきあれが変えられたんだよ。ここれ分かんない。あ、買った。なんだろう、ハイパー的なものかな。普通にジューディングだった。てかもうこれはアベシだ。ちゃんとさ、こう左側行くとこう、あのこうゲージが隠れるあたりがいいし。ほら、ちゃんと半透明だ。待て、うん ?2 機あ、あばべばべばべ。あれ、バズリーがあるぞ。どういうシステムだ。弾消せるな。なんだろう。このハサプレッションレディアスかな。違うな。赤くなっちゃうと消せないのか。敵の撃ち始めだと消せるんだな。うん、ああ、なるほど。これ絶対閉まるだろ。あ、そっちが閉まった。あ、青いと消せるね、やっぱり。
ちょっと突っ込んでみようではないか。おお、削りする。あ、それでもしかしてゲージ吸収してる？ゲームもそんな難しいわけでもなく、ぬるいわけでもなく、むしゃむしゃ。てかシステムが、この2面あたりでこのシステムに気づくって感じなの。2面とかボスあたりで。一見無茶に見えて実は平気っていう。おおお、青だと即消せて、紫だとちょっと時間かかるかな。あ、よし。で左のゲージを使ってポーン。貯めとくと被弾したときになんかボーンってなって、オートボムみたいな発音するね。これコンティニューあるかな。もう残機ないんだよね。属性判定っていうかハイパーみたいなね、多分。被弾ハイパーが発動した今。え、待って、よくわかんない。コンテにあった、コンテにあった、コンテにあった。いや、ちょっと話した方が楽かな、見やすいかなと思ったら、話した瞬間、移動速度が上がって、死んだ。いや、こういうのってさ、前に行かないと死ぬイメージがあってさ、どうも行っちゃうんだよね。これは詰むだろ。ほら。地味に BGM はかっこいい。ちょっと音量でかくしてみた。どういうこと？あ、あ、パパ。とりあえずハイパー。こんなに壊せる。え、え。あ、すよ。砲台回復しよう。なるほどな。なるほどな。
やってみるもんだな。一面のあのまったりさは何だったんだろう。遠慮なく前行ったら死んだんですけど。よし、ちょっと後でやろう。ドラ。侮れないな。マジック&ダンジョン。あれ?なるほどな。お、なるほど、そういうシステムか。しまった、チャンスだった。あ、下行ってしまった。そっか。ちょってるんかなと思ったけど、殴り方が他にあんのかな。これ
下に叩くからここに行くんだよね。あれ横に行った、横に行き方は、あ、移動しながら攻撃か、こうか、あれ飛んでってるのってやっぱり打ち返せんのかな、また。それを試してみたかったけど、うん、インスタアタックス、俺をほっ、あ、いけた、いや、だからいけたけどどうしたってことかな、あ、不抵抗した、こういうことか。はっ、よし、そういうことか、やっとわかった。まあ、いっか。なんかやりすぎると終わんなそうだし。プレゼンターキー。いや、あの、フフ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 フ、もう適当に入ってるだけだろ。ビール取った。そろそろいいかな、ドリアンの逆襲。
時間は1時間半経ってんのか。あ、終わったか。あ、終わりか。終わりか。ということで、大学作品集やってきました。あ、ではでは、録画の皆さん、さよなら。